霊夢さんのバレンタインチョコを作りますよ。なんで私たちで作らにゃならんのよ。そりゃあ抜けかけ現金ってことで、どうせなら全員で作りましょうよ。そうですね。私、卵焼きは得意でもチョコはどうしてもうまくできないので。酒に合う塩気のあるものなら得意なんだが、チョコはな。ぶっちゃけ、普通に作れる私が有利なイベントですけど、あなたたちのチョコを毎年無理して食べる霊夢さんの体が心配なんですよ。だから、今回は各自で作ったチョコで美味しいものを霊夢さんにあげることにしましょう。無理してたのかしら。霊夢さん、変なとこで優しいですもん。というわけで、審査員の咲夜さんとメイリンさんに来ていただきました。来たくなかったわよ。二人して休みだったからいつもと違う服装で室内デートしてたのに台無しじゃない。バレンタインのイラストもらったからには出すに決まってるでしょうが。もらえると嬉しいですよね。さあ、イラストをもらえたのチョコより嬉しいって言ってたわ。いいからさっさと作ろうよ。それでは作ったら順番を決めて食べていってもらいましょうか。最初は私だぞ。どうせお酒入りのチョコでしょう。甘いな。チョコ入りのお酒だ。はい、次。飲まずに次に行くなよ。とりあえず飲んでみ。ふにゃー。あれ、度数高すぎたかな。咲夜シャン好き、愛してまっしゅ。なにこれ、今度からお酒がバガバ飲まさないと。いやー、変わってやれ。次は私ですね。はい、次。いじるのといじめは紙一重ですよ。むしろ審査員として試食を迫られる私たちがいじめに合っているようなものなんだけど。大丈夫です。私、卵焼きしか作れないのは自分でもわかってますから。まずそこからもう違うからね。私は考えました。卵焼きにチョコを混ぜればいけるんじゃね？って。料理下手なやつってどうしてアレンジをしたがるのかしらね。そりゃ、料理が下手だからですよ。さあ、ご賞味あれ。もう食べちゃダメなやつってわかるよね。あむ。うわーメリーン。メイリンが一口でやられるなんて。あら、ビターチョコは苦手でした？そういう問題じゃないわい。咲夜さんが食べなくて済んだなら本望です。嬉しいけど、無理しないでね。ふふ、この私の出番ですね。あなたには一番期待してるわ。お料理も上手だって聞くし。任せてください。いや、この完成度。お前らマジふざけんなよ。こちとらメイリンとの大人なデートを我慢してわがままに付き合ってるのよ。ちゃんとしたもの作りなさいよ。そうだぞ、こんなの作るなら自分にチョコ塗って食べてもらった方がいいじゃんか。そういう問題じゃない。くっくっく。お前たちはダメだ、ダメダメのメーだ。なんか腹立ちますね。刮目せよ、これがレミリアスカーレットの本気で。普通のチョコだ。普通ですね。普通とかぶっちゃけありえない。いや、これでいいんだよ。お嬢様、素晴らしいです。そうでしょう、そうでしょうとも。練習に練習を重ね、一週間。溶かして固める手段はマスターしたわ。それ、やるやついるけど意味あるのか？ありますよ、溶かしてナッツ入れたりとかアレンジできるじゃないですか。ぶっちゃけ一からチョコ作るより美味しくなりますし。ちょっと待った。なんか、香ばしい匂いがしません。お嬢様、これ、カレールーでは？私、チョコよりカレーが好きよ。お前らバレンタインを、なんだと思ってやがるんですか？お前らはダメだ、ダメダメの、メーター。流行らそうとしても流行らせないからな。こうやってチョコを食べさせてやればどんな奴だって、イチコロですよ。私に喧嘩売ってるのか。霊夢、私たちの気持ちを受け取って。いらない。うわー